それではこちら酒屋プラザ店、山沢酒屋プラザ店をの前をお借りいたしまして、メインは新選組公認候補山本太郎一押しの候補者、レイヤー新選組二戸上東馬から街頭演説をさせていただきます。鶴岡市の方からですね、応援弁士として駆けつけていただきました、鶴岡市議の草島、新一議員の方から応援の言葉をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。佐賀の皆様、こんばんは。山沢、またイエローハットなどなどでお買い物の皆様、こんばんは。私は鶴岡市議会議員草島新一と申します。二戸上東馬さんの応援、なんとか今回の衆議院選挙を勝っていただきたいということで、この場に駆けつけました。皆さん、昨日おとといのニュース皆さん知ってますか？自民党の今回の候補者、裏金議員は公認候補ではなかったんですけど、公認候補ではない議員にも公認候補と一緒の2000万円がこの選挙の前に渡っていました。それスクープになって、今報道機関いろんなところが流してます。こんなのって許せると思いますか？皆さん、国民を騙して、さらにこの選挙でも騙してるんじゃないかって思うんですけど、皆さんいかがですか？こんな政治許せますか？皆さん、許せない。まさに今だけ、金だけ、自分だけ、自分たちだけの政治にしちゃってる。裏金事件はその象徴でした。そして今までこの30年の不況というのは、まさに今だけ、金だけ、自分たちのだけのための政治をずっとやってきたから、こんなことになっちゃってます。今もう日本社会はもう大変なことになってる。だってこんな学生の皆さんがローン組んで大学に行く、でもう大学出てから返さなきゃいけない、そんなのもう EU 諸国では非常識そのものです。ただが当たり前なんですよ。大学院までただ当たり前。先日私の友人がスペインからやってきて、日本ってそうなのって、もう本当仰天してました。で、佐賀もまさに山形県の中で農業をいろいろやってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、農業、次の新規就農者、新しく農業する方々のためのお金、日本って150万ぐらいしか渡されないんですけど、フランスは300万円です。スペインは600万円ですよ。農業で失敗しようが失敗しまいが、チャレンジすることに意義があるから、チャレンジどんどんやってくださいって、ちゃんと生活は保障しますから頑張ってチャレンジしてよって、そういうお金が投資されるんです。なんで日本はそれやらないんですか？で、消費税廃止、これも欧米諸国では今回のコロナの不況でやってんの当たり前なんです。ドイツなんか1ヶ月も経たないうちに税制改革して、この消費税を減税しました。日本だけなんです、これ減税してないので。社会保障費なんたら言っちゃってるのも日本だけです。そんなものとリンクさせる方がおかしいんです。消費税廃止当たり前、これ言い始めたのは令和新選組です。今いろんな政党が真似し始めてますけれども、これ言い始めたのは令和新選組、そして山本太郎議員、本当この活動、私も災害ボランティアの一員として、本当能登半島地震の現場の声をふっとくまなく拾って国会で追及をしていました。あんなことできる議員は他にはいません。もっともっと真っ当な、この令和新選組から真っ当な議員を生み出さなきゃいけません。二戸上東馬さんは大石田町議として、元は
中学校の英語の先生として、そして大下町議になって、大下町議として町政の問題、雪の問題ならいろいろ問題をいろんな形で町政に提言をしてきた、そういう方です。都市民派です。本当その市民のぬくもりがそのまんま伝わる政治を実践してきた方です。そういう人を国会に送るじゃありませんか。そしてこの令和、まさに山本太郎議員が本当初っ端から風穴を開けて、今いろんな議員が、大石さんだとかいろんな方々が風穴を開け続けている。もっともっとこの穴を大きくしないと、この日本の社会は絶望社会のままです。今2万人以上の方々が絶望から自死しちゃってる。それも若い人たちが、もう来るところまで来ちゃってるんですよ、この日本は。今変えなきゃいけない。今回の選挙から本当に変えなきゃいけない。いいですか、皆さん、一票たりとも無駄にしちゃいけません。皆さんの権利です。一票たりとも無駄にせず、希望を作る、その投票をしてください。伊藤部東馬、そして令和新選組、この新しい選択肢に皆さんの一票を託してください。そしてまさに欧米では当たり前でも、日本ではなぜか行われてきなかった。だって今だけ金だけ自分たちだけの政治が続いてきて、それが常識になっていたから、この常識をみんなで覆そうじゃありませんか。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。二東部東馬、この山形県から送っていきましょう。国会に送りましょう。どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。いいと思う。鶴岡市議会議員草島真一様より応援演説をさせていただきました。それではいよいよ二等上東馬、二等上東馬ご本人から訴えをさせていただきます。二等上東馬、二等上東馬。はい、佐賀市の皆さん、お晩でございます。令和新選組、二等兵東馬でございます。ここ佐賀市は中学校の教員として最後に働いた自治体でございます。中学校の方で英語を教えていました。町議会議員に立候補するということで2019年に退職した自治体でございます。当時生徒の皆さん、そして保護者の皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。私、二等兵東馬は大石田町で町議会議員として約5年やってまいりました。地方衰退の現状を目の当たりにしてまいりました。財政状況も見てまいりました。子育て支援、若者の移住定住の支援、そして雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。予算がない、予算がつかない、必要な施策を先送りにしてきた、これが実態でした。地方自治体は財政難、自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体ではないでしょうか。一部の企業側が儲かりまくった一方で、多くの国民の皆さんが貧しくなった30年ではないのでしょうか。一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、年間の婚姻件数も4件から5件となりました。町に子どもたちの声が聞こえない。山形県全体としても101万人から約71万人まで減少すると推計されています。東北地方全体としても全国最多の165の自治体が消滅可能性自治体となりました。山形県は8割の自治体です。山形県8割の自治体が消滅可能性自治体と報道されています。
三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の1位です。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあるんです。人口の減少、少子化、地方に住む方々の生活の苦しさ、不安定さが根底にあります。じゃあどうすればいいか。失われた30年を取り戻す経済政策が急務です。消費税の廃止、多くの皆さんを苦しめている消費税をまず廃止にする。消費税は廃止にしても皆さんの社会保障にはほとんど影響はありません。自民党に騙さないでください。1989年に導入された消費税は社会保障のためではなく、直間比率の是正という別の目的のためです。多くの方々から消費税を絞り取って大企業に減税、資本家に減税のプレゼント、これが実態です。まず消費税を廃止にする。皆さんが使えるお金、あなたが使えるお金をまず増やすこと、そして事業者を苦しめているインボイス制度も撤回、さらに社会保険料の減免、国民健康保険や介護保険、毎月重くないですか。国民健康保険、介護保険は事実上の税金です。国費の負担を今より上げることによって毎月皆さんに重くのしかかる税の負担を軽減することができます。そして季節ごとの現金給付、悪い物価高が収まるまでの季節ごとの現金給付、れいわ新選組これも訴えています。地方に住む方々の生活を支えていきます。そして最低賃金の全国一律化1500円、中小企業には社会保険料の事業主負担分の減免などで賃上げ分を事実上補填していく、最低賃金の1500円、全国どこでも最低限の暮らしができる、本物の地方創生を目指していきます。今の最低賃金ではまともな暮らしはできません。山形県の最低賃金、先月まで900円、その前854円、さらにその前822円でした。夫婦共働きでさらにもう一つ仕事をして子育てをしている、新卒で入社できたけれども車も買えない、もう一つアルバイトを始めた、そういった声をたくさん聞いてきました。ここ寒河江も自分の足で歩いて、そういう声をたくさん聞いてきました。そしてこの地方衰退を牽引してきたのは地方政治にも原因があります。私も地方議員をやっていました。なんでも国の言う通り、巨大政党に従っていれば自分は安泰、自分だけはバッジをつけていられる、そういう政治家がどこの自治体にも5割から6割、多いところでは7割から8割いらっしゃるのが実態でした。今やるべきことは地方に住む方々の苦しんでいる声を聞いて、生活に困っている方々の声を聞いて政治にしっかりと届けていくことです。失われた30年を取り戻す経済政策、ここまで地方をぶっ壊してきた裏金自民党には不可能です。そして与党なのか野党なのか、
よくわからない政党にも不可能です。国民を救わない、地方を救わない、予算に反対すらできない国民民主党、あんなもん野党ではありません。本気で戦う野党は令和新選組だけです。失われた30年を取り戻す経済政策、令和新選組がそれをやります。山本太郎と二藤目当馬が先頭に立ちます。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。選挙戦残り1日ちょっととなりましたが、まだまだ皆さんの応援ご協力が必要です。最後の最後まで二藤目当馬でございます。どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。あさって投票日です。あさって投票日、投票用紙二藤目当馬1枚目です。二藤目当馬とぜひお書きください。そして投票用紙、今回ですね2枚目あります。投票用紙の2枚目には、令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。どうぞ皆さん最後の最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。令和新選組二藤目当馬でございました。ご清聴誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。二藤目当馬からの魂の訴えさせていただきました。皆さん、この選挙で政治を変えましょう。この選挙が政治を変えるラストチャンスになるかもしれない。皆さん、この選挙が重要です。ぜひ一票捨てないでください。捨てるぐらいなら二藤目当馬にどうぞよろしくお願いいたします。二藤目当馬、二藤目当馬、二藤目当馬、どうぞよろしくお願いいたします。 1枚目は二藤目当馬ですよ。1枚目二藤目当馬、そして忘れてはいけない2枚目もございます。2枚目は令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。二藤目当馬、二藤目当馬、対抗馬のですね、自民党の候補者はですね、私が小さい時から選挙戦になるとピカピカの黒い長靴を履いて、それで選挙戦で突入して、農家のためにと言うんですよ。ピカピカの黒い長靴で泥ついてるのか、ついてないでしょ。それに引き換え、二藤目当馬さんのこの足、この靴見てください。穴開いてるじゃありませんか。それだけ地元を回ってきた、それだけ山形2区ずっと回ってきた、山形2区だけじゃない、山形全土、そして東北全土回ってきた、この足が二藤目当馬の武器なんですよ。この足でどこにでも行って皆さんの声をちゃんと聞く、その政治家をですね、皆さん国会議員に送りたくありませんか。こういう方を国会議員にしなきゃいけない。ぜひ皆さん、令和新選組公認山本太郎一押しの二藤目当馬にどうぞお力を、一票をどうぞよろしくお願いいたします。二藤目当馬でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。二藤目当馬、皆様にですね、ご挨拶させていただいておりますので、マイク納めさせていただきます。二藤目当馬でございました。二藤目当馬、最終日までしっかりと走り抜けてまいります。どうぞよろしく、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私もお年寄りとして、お年寄りとして年齢はね77 77歳ですよ。1947年生まれ、後期高齢者の皆さん、怒りましょう。なんで後期高齢者、その保険平均年齢83歳でくくる、収入が満足にない年金生活者に、当然そこにお金がどんどんと必要になってくる。だから保険料を上げるって、
かしい。ふざけるな。そう、その通りだ。この日本を作ったのは誰だっつうの。我々お年寄りじゃありませんか。若い頃24時間働けますかって言って寝食を忘れて、そして働いてきた。その結果がジャパンズナンバーワンと世界でも有数の経済大国になったんですよ。それを30年間で外国に売り飛ばすふざけた野郎が自民党政権なんですよ。もう我慢できません。こんな30年間で疲弊したこの日本、地方衰退ももう目の当たりにして、本当に怒り心頭です。子や孫にこの日本を残しておけない。そうやって死ぬわけにはいかない。絶対山本太郎を中心とした令和新選組で必ず取り戻しましょう。世界に有数なジャパンアズナンバーワンと言われていた日本、本当に日の丸君が代泣いてっから。そうだ、ね、え頼みます。お願いします。伊藤部東馬をどうぞ議員にしてください。他の人たちは申し訳ない、全然聞かない。選挙の時だけニコニコして汚ねえ手出して握手したって全然伝わりません。上辺だけ、上辺だけっていうと今だけ金だけ自分たちだけ上辺だけ、なんかそんな感じです ね、 あ、いいね。許せない。そうだ、今度立候補2区に立候補している4人の中でただ一人足を使って皆さんのもとに駆けつけ、そして皆さんの声を拾って、第二子というのはその声を議会の中で言うのが第二子。そうだ、他の3人は残念ながらね。令和新選組の山本太郎を見てください。能登半島に10回以上も足を運んで、そして話を聞いて、それを国会の中で訴えている。こういう姿が私は二藤部さんに重なって見えるんですよ。どんなことがあっても地域の方々、地方の方々、この山形の方々のために身を粉にして足をフル回転して活躍することを想像できますね。国会の中で体を張って戦う野党の筆頭となって、骨の入ってない野党の方々にビシッと背骨をこう、背骨をつけるというのもおかしいんですけど、やっぱり骨のある野党というか、そういう野党にならなければならないと思うんです。一回の選挙で政権をひっくり返すことは無理だと思います。でもきっちり体を張ってでも反対をする、ならぬものはならぬ、こういう精神がこの日野区東北にはあるんです。根性でもって戦っていきます。最後までの皆さん方のご支持ご協力お力添えを力強くお願いをして、本当にね、知事が何言うんだって話なんですけど、終わりたいと思います、二藤部さん頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ一言、締め、締め、おかしいよね。たくさんの方からですね、応援の言葉をいただきました伊藤部友ですが、本当にありがとうございます。このですね、佐賀江の方で回ってますとですね、本当に教え子の方々にね、出会いまして、英語教えてもらいましたって、昔英語教えてもらいましたっていう方もですね、佐賀江の駅前でおりました。
教え方一番分かりやすかったですっていう言葉もですね、いただいたりして、本当に、なんでしょう、本当にあったかい地域だなと思います、寒河江、そんな地域のためにも、山形のためにも、寒河江のためにも、そして私の地元、大石さんのためにもですね、しっかりと声を届ける、地方の声をしっかりと国に届けて、政治を変える、社会を変えていく、そういう、力にしていきたいと思います。どうもありがとうございます。いいらしいいいらしいいいらしいありがとうございます。